皆さんどうもこんにちは。論文解説チャンネルの竹見でございます。今回は失敗や逆境から立ち直る方法と題しまして、科学的に今いる苦しい状況から抜け出す方法を解説していきたいと思います。さて、これを見てくださっている皆さんは今辛い状況に置かれているでしょうか？どうしようもなく辛い状況にあるという人は、ぜひこの動画を最後まで見て今の辛い状況を変えるための方法を掴んでほしいと思います。この動画を見ていただくだけでも少しは気持ちが楽になるかと思います。また別に今辛い状況ではないという方もこの動画を見てください。私たちは生きている限り困難や逆境というものを避けることができません。人生にはいつか必ず辛い状況や逆境というものがやってきます。そんな時のために自分のメンタルが悪化してしまうのを予防する方法としまして、今回の方法を知っておいてほしいと思うのです。ではでは早速話を始めてまいりましょう。本日のお品書きは次の通りです。1限で辛い時はそこから抜け出す道が見えなくなるということを。2限であなたは電気ショックを与えられた犬であるということを。3限で辛い状況から抜け出す具体的な方法について解説していきたいと思います。ではでは早速1限の辛い時はそこから抜け出す道が見えなくなるについて解説を始めます。さて、私たちはいつも何かをシミュレーションして生きています。彼女にこう言ったらどう思われるだろうかとか、今後の日本の社会はどうなっていくだろうとか、自社の価格を低めに言うか高めに言うか、どちらの方が一体効果的なのだろうかと、このように脳は無意識に様々な道筋についてマップを作り、それらの道がどんな結果につながるのかを絶えず予測しようとします。このシミュレーションするという能力は何千年もの進化の過程を経て人の脳に組み込まれたものであります。人類は生き延びるために自分が今置かれている物理的な環境はどういったものか、そして食料やパートナーをどのように得るか、それぞれの行動がどんな結果をもたらすのかをプランニングする必要があったからであります。私たちは何かを決断しようとするとき、必ず頭の中でこのようなシミュレーションを行っております。何かを決断しようとするとき、A の道、B の道、C の道といった風に目の前にある可能な道を検討し、それらの道がどこに続くかを予想いたします。人間というのはこのような高度なシミュレーション能力を持っているわけなんですが、その能力が破壊されてしまう状況というものがあるんです。それはストレスを受けていたり窮地にある時でございます。このような状況になっていると多くの人が一番重要な道を見落としてしまうということが分かっております。それは今の状況を脱し困難を克服するための道でございます。私たちが辛い状況にあるとき、その状況から伸びる道は3つあるんですね。一つは今いる場所をぐるぐると回る道です。辛い状況を変えたくてもなかなか行動ができず悶々とし、今の状況が全く変わらないという道でございます。第2の道はさらに悪い結果へとつながる道であります。悪いことが起きた後にその悪いことによってさらにもっと悪い状況になっていく道でございます。例えばあなたにも次のような経験がないでしょうか？誰かと喧嘩したり、パートナーに振られたことで悲しくなって、今まで頑張って続けていた運動や勉強するという習慣をやめてしまったという経験です。または、やけ酒を飲んで二日酔いで、その後二日間を棒に振ってしまった。そんな経験はないでしょうか？このように一つの何か悪いことが起こったら、その悪いことがきっかけでさらに悪いことが連鎖的に起こる。このような状況をブッダは第二の矢を受けると表現いたしました。突然にですよ、私たちにやってくる不幸、すなわち一本目に飛んでくる第一の矢を避けることはなかなかできません。しかしその第一の矢のせいで引き起こされる不幸、すなわち第二の矢は私たちは避けることができるんです。例えばですね、プレゼンに失敗して上司にボロクソに怒られたと。このような第一の矢はいくら私たちが周到に準備をしていたとしてもなかなか避けることができません。しかしその後めちゃくちゃ落ち込んでやけ酒をして、その後の3日間を棒に振ってしまった。
その結果、次のプレゼンへの準備があまりできず、次のプレゼンまでもがうまくいかなかった。または彼女に八つ当たりして、彼女との関係までも悪くなってしまった。このような第二の矢は、自分次第で避けることが可能であります。多くの人が第一の矢を受けてしまうと、感情的になってしまい、自ら第二の矢を受けてしまうんです。悪い状況が一つ起こると、連鎖的にさらに悪い状況に陥ってしまう。あなたが普段辛い状況に陥った時に、このどんどん悪くなるという第二の道だけは絶対に避けなければなりません。ですから、今日の方法論を知っていただきたいわけです。そして私たちが辛い状況にある時、この状況から伸びる3本目の道は、失敗や挫折から始まって人をより強くし、より成長させる道であります。もちろん辛い状況でこの道を見つけるというのは簡単なことではありません。無力感や絶望感に襲われていると、今の状況を抜け出すポジティブな道が存在することすら信じられなくなるからです。だから探そうともしない。しかしこれこそが私たちが絶対に探さなくてはいけない道ですよね。この今の状況から這い上がるための第三の道を見つけられるかどうかが、困難に打ちのめされるのか、そこから立ち上がれるのかを分けるものです。挫折を成長の機会と捉えられる人が、その成長を実現できるということを、実に多くの研究結果が示しているからであります。それでは一元の内容をしっかりとまとめておきましょう。ポイント1、私たちが何かを決断しようとするとき、必ず頭の中でシミュレーションが行われている。私たちは高いシミュレーション能力を持っているんだが、ストレスを受けたり辛い状況に陥ってしまうと、それが破壊されてしまう。その結果、辛い状況から抜け出すための道が見えなくなってしまう。ポイント2、辛い状況から伸びている道というのは3つある。1つ目の道は、今いる場所をぐるぐると回る道、状況が改善しない道です。2つ目の道は、第二の矢を受けてしまい、さらに悪い結果へとつながる道です。3つ目の道は、失敗や挫折から始まって人をより強くし、より成長させる道でございます。この第三の道を見つける方法論を学ぶことで、私たちは困難な状況から脱出し、より強く成長することができます。それでは2限の、あなたは電気ショックを与えられた犬であるということを解説していきたいと思います。さて1限でね、失敗や挫折から抜け出してより強く成長させる道は見えにくくなっており、その道を発見することが今の状況を改善するための方法であるということを解説してきました。その具体的な方法は3限で解説いたします。その前に、辛い状況でなぜ私たちは立ちすくんでしまうのか、その状況を打破することができないのかということをしっかりと理解しなくてはいけません。辛い状況にあり、その状況から動けずにいるのは、あなたが電気ショックを与えられた犬のように無力感を覚えているからでございます。心理学者マーティン・セリグマンは無力感というものを発見したんです。犬にベルの音を聞かせて、次に軽い電気ショックを与えて、最終的に犬がベルだけで反応するようになるかどうかを調べていました。この条件付けが完成した後に、犬たちをですね、1匹ずつ2つの部屋が低い壁で仕切られている大きな箱に入れます。犬は1つの部屋では電気ショックを与えられるんですが、もう1つの部屋にいれば安全でございます。研究者たちはベルの音を聞いた途端に電気ショックが来ることを予測し、仕切りを飛び越えて安全な部屋に犬は逃げるだろうとね、予測していたんです。しかし実際はそうはなりませんでした。犬たちがその仕切りを飛び越えられるということは、実験が始まる前にちゃんと確認されております。しかし犬たちは危険な部屋の中に横たわったままじっとしていたんです。一体なぜこんなことが起こるかと思いますか？それは犬たちが無力感を覚えてしまったからであります。犬たちは最初のベルが鳴ったら電気ショックが来るという条件付けによって、ベルが鳴ったら必ず電気ショックが来るんだ、何をしても避けられないんだということを学習しました。だから新しい状況においても苦痛を避ける方法はないんだと信じ込んで、もう一つの部屋に逃げ込むという選択肢を試そうとも思いません。犬はただひたすら目を閉じて、ベルが鳴ったらショックが来るという辛い状況に甘んじるようになってしまったんです。
人の行動を何十年にもわたって研究してきたセリグマンのグループは、これらの犬が示した無力感のパターンは人間の行動にもごく普通に見られるということを発見したんですね。先ほど言ったようにですよ、私たちは辛い状況に陥ってしまうと、その状況を改善するための道が見えなくなります。私たちは挫折や大きなショックに出会うと希望を失ってしまい、ただ諦めるという道を選ぶんです。その状況から抜け出せる第三の道を探そうともしません。探そうともしないから見つかるわけがないんです。実際にこの無力感を検証した人間で行われた実験もあります。人を2つのグループに分けて部屋に入れて、大きな不快な音を流します。そこから壁のパネルにあるボタンをいくつか押して、音を止める方法を見つけてくださいと指示しました。最初のグループはボタンはあらゆる組み合わせで押してみるんですが、音は止まりません。実はですね、わざと止まらないようになっていたんです。どのような組み合わせで押しても音は絶対に止まりません。それに対して2つ目のグループの部屋はボタンを押せばちゃんと音が止まります。それからこの2つのグループの人々を別の部屋に案内します。この部屋でもまた耳障りな音が聞こえてきます。今度は音を止めるにはどちらの部屋の場合も壁のハンドルを反対側に倒せば良いんです。先ほど紹介した犬たちの実験で、犬が低い仕切りを飛び越えるのと同じぐらい簡単な解決方法ですよね。実際に2つ目のグループはこのことをすぐに発見して不快な音を止めました。しかし最初の経験で音を止められなかった1つ目のグループは動こうともせず、音を止めようともしませんでした。研究者は次のようにコメントしております。人々は音を止めることに無力であることを学習したようだった。だから時も場所もさっきと変わったのに音を止めようと努力しなかった。2つ目の実験にも音を止められないという無力感を持ち込んでしまったのである。さて、いかがでしょうか皆様。私たちは辛い状況でもうダメだって諦めてしまうと、別の解決策を探さなくなります。それは無力感を学習してしまうからなんですね。そして恐ろしいことに、人生の一つの分野で無力感を味わってしまうと過剰学習というものが起こり、その分野に関して諦めるだけじゃなくて無力感を他の分野にも当てはめてしまうんです。一つの道が行き止まりなのだから、他の道だって全て行き止まりに違いないと思い込んでしまうんです。例えば仕事で挫折したことと人間関係というのは本来は関係のないことですよね。しかし仕事で挫折してしまえば、どうせ俺は人間関係もうまくいかないんだと思い込んで、人間関係にも失望してしまいます。またね、よく聞く話なんですが、浮気されて男を信じれなくなった、そんな話ありますよね。これも過剰学習の例だと思います。一人の男に浮気されて無力感を味わってしまったから、他の男もどうせ浮気するんだろうと考えて行動できなくなってしまうわけです。しかしですよ、冷静に考えれば、一人の男が浮気をしたということと、これから出会う男が浮気をするということは本来関係ないことですよね。たまたまあなたが出会った一人の男が浮気をしたという事実があるだけで、別に男全員が浮気をするわけではないんです。しかし私たちは無力感を感じてしまうと、その無力感を他のことにも当てはめてしまうわけなんですよね。そしてどうせ無理でしょと諦めてしまうんです。無力感を感じてしまうと、そこから抜け出す道がないと思ってしまうんです。そしてそこから抜け出す道があると信じないのならば、電気ショックを与えられた犬のようにそこにうずくまっているしか選択肢はないんです。ではでは、次の3限で困難な状況から抜け出し、その困難な状況を利用してむしろ成長していくための方法について徹底的に解説していきたいと思います。その前に2限の内容をしっかりとまとめておきます。ポイント1、辛い状況にあり、その状況から動けずにいるのは、あなたが電気ショックを与えられた犬のように無力感を覚えてしまっているからである。無力感を覚えてしまうと、もうダメだと諦めて別の解決策を探そうとしなくなる。だから今の状況から抜け出すための道が見えなくなってしまうわけである。ポイント2、ある分野で無力感を感じてしまうと、その無力感を他の分野にも当てはめてしまう傾向がある。
ではではラスト3限で辛い状況から抜け出す方法について解説していきたいと思います。さてこれまでで辛い状況に陥ると僕たちはなぜ行動できないのか、そしてなぜその状況を改善するための道が見えなくなってしまうのかという知識を徹底的に解説してきましたよね。この知識を押さえてもらった上でいよいよ実践的な辛い状況から抜け出しより強くなる方法について解説していきたいと思うんです。多くの研究によって辛い状況や逆境というものは成長するための大きな糧になるということが分かっております。辛い状況に陥った時に電気ショックに与えられた犬になるのか、それともその状況を利用してより成長することができるのか、それによって私たちの人生は大きく変わってくるでしょう。ではその方法を解説していきます。辛い状況から抜け出しより強くなる方法、それは説明スタイルを操ることでございます。こう言われてもよくわかりませんよね。具体的に解説していきましょう。さてまず私たちの職業の中で最も困難に出会ったり最も拒絶されることが多い職業というのは何だと思いますか皆さん。それは営業です。基本的に営業が成功するのは9回に1回だそうです。つまり営業マンたちは営業活動の 90% は拒絶されているわけです。これが続くとだんだん意気消沈してきますよね。実際に生命保険のセールスパーソンの離職率というのは極めて高いということが分かっております。私たちは大抵の場合挫折を繰り返すと気落ちして無力感を感じるようになります。しかしそういう状況でも平気な人が必ず少数存在するということが分かっていたんです。彼らはどれほどの困難に直面しても常に気力を取り戻して立ち上がるんです。無力感を感じることがないんです。そういう人たちは一体どういう特徴を持っていたのか、それを調べてみると彼らは困難な状況の説明の仕方がポジティブであるという特徴を持っていることが分かったんです。研究者たちはこれを楽観的な説明スタイルと呼びます。説明スタイルというのはあまり聞き慣れない言葉ですが、起きた出来事の本質をどのように説明するかということでございます。この説明スタイルによって幸福度や将来の成功に決定的な影響を与えるということが実証されました。楽観的な説明スタイルを持つ人たちは逆境を一時的なものと解釈するんです。それは大したことではないしすぐに回復するだろうと思うわけです。一方でですよ、悲観的な説明スタイルを持つ人は同じ出来事をより大げさにずっと続くと考えてしまいます。もうダメだ。もうこの状況が改善されることは二度とないんだろう。このように考えてしまうわけなんですね。こういった物事の捉え方はそのまま行動に現れます。楽観的な説明スタイルを持っている人は良い結果を出そうと一層努力いたします。一方で悲観的な説明スタイルを持っている人は無力感に落ち込み努力をやめてしまうんです。成功の道のほぼ全てを説明スタイルが決定するということが実証されております。例えば説明スタイルを調べれば高校生が将来どんな成績を取るかも予測できるし、陸軍士官学校の新入生がうまくやっていけるかどうかもわかるそうです。スポーツの世界でも大学の水泳選手からプロ野球選手に至るまでどんな選手も説明スタイルによってなんと成績が変わってくるということが実証されたんですね。心臓バイパス手術後の回復状況にまでこの説明スタイルは影響を与えるということが分かっております。セールスマンの調査によると楽観的な説明スタイルを持つセールスマンは悲観的な人に比べて 37% も多くの保険を売っていたということが分かっております。そして最も楽観的な人と最も悲観的な人を比べるとなんと 88% も売り上げに差がありました。また楽観的な人が仕事を辞める割合は悲観的な人の約半分でした。実際にこの説明スタイルを採用の現場で重要視している会社もあります。説明スタイルの評価テストで良い成績だったらばその候補者を採用し、逆に一般的なテストでどれほど優秀であったとしても説明スタイルの成績が悪ければ採用しないという採用基準を採用したメットライフという会社はわずか 2,3 年で離職率は急低下させて市場シェアは 50% 近く上昇したそうです。
いかがでしょうか。起きた出来事の本質をどのように説明するかという説明スタイルを楽観的にすること、これによって失敗や挫折から無力感を経験するんじゃなくて、辛い状況でも立ち上がってその状況を改善する道を探すことができます。ぜひ今あなたが辛いと思っている状況の説明スタイルを変えてください。例えばあなたがブログを必死で書いているにもかかわらず全然伸びないと、そんな状況では特に無力感を感じやすいと思います。だからこそブログが伸びないのはもっともっと学習して賢くなれるチャンスを与えられているんだと、ブログを伸ばすためにもっともっと情報をインプットしてアウトプットする必要がある、だから自分は慢心することなくもっともっと成長できる、このように説明スタイルを楽観的に変えてください。あなたがリストラされたのならば、その状況は自分の人生や今後の生き方を考え直すための時間を与えられたチャンスであると捉えるんです。あなたが今体調が悪くて苦しいのならば、病気というのは体が教えてくれた大切な情報であると、いきなり大きな病気で死ぬのを防ぐために、めちゃくちゃ大きな病気に悪化する前にしっかりと体が自分に情報を伝えてくれている、だからこの情報にしっかりと向き合って徐々に改善していこう、こんな風に説明スタイルを変えるんです。もちろんこの説明スタイルを変えるというのは一人一人自分の辛い状況に応じて考えてみてほしいと思います。それでは3言の内容をまとめます。辛い状況から抜け出しより強くなる方法は説明スタイルを変えることである。それでは本日のハイライト、1限で辛い時はそこから抜け出す道が見えなくなる、2限であなたは電気ショックを与えられた犬、3限で辛い状況から抜け出す方法について解説してきました。さていかがでしたでしょうか。皆様本日はね、非常に情報量が多かったですよね。しかしとても大切な内容だと思うので、しっかりと理解していただけるととても嬉しいです。成功している人々は逆境を単なる障害とは思わず、さらに成長するための踏み台と考えます。実際に最初に失敗したことによってより大きく成長し、記録的な成果を叩き出した人も多いです。例えばマイケル・ジョーダンは高校の時バスケットボールのチームから外されました。ウォルト・ディズニーは創造性が足りないという理由で新聞社の編集者をクビになっております。ビートルズはもうギターバンドなんて流行らねえよというわけでレコード会社のエグゼクティブから追放されております。しかしそれらの失敗があったからこそ彼らは歴史に名を残したわけです。あなたが今直面している辛い状況というのも、あなたがより大きく成長するためのチャンスです。あなたのこれからの人生や生き方を考え直すチャンスです。そのように辛い状況でも説明スタイルを変更することによってその状況を打破するための道が見えてきます。ぜひもうダメだと言って電気ショックを与えられた犬にならないでください。電気ショックを回避する方法を見つけられるように説明スタイルを変えてください。本日の動画が今辛い状況にいる誰かの心に刺されば、私はとても嬉しく思います。また本日の内容に関連しまして、メンバーシップの方で新たに判明した目標を達成するために必要な資質とはという動画を作成しておりますので、興味のある方は気軽にメンバーシップに参加していただけるととても嬉しいです。本日は以上です。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご清聴どうもありがとうございました。